はい、イシキン TV のイシキンです。2020年7月29日の水曜日の動画に行きと、なるでございます。はい、先日の動画に行きとに続いて、友人宅で撮影しております。現在、10時10分頃となります。はい、ね、この家もあと2日で、ぶち壊されるということで、友人も引っ越すんで、最後にね、できるだけ記録を思い出を残そうと思って、今日来てみた次第です。はい、この後ろにかかってるトイレの後ろにかかってるのは、タオルですね。バスタオル、今はちょっともういないんですけど、友人が、置き忘れていたタオルとなるでございます。はい、で今日の、お話しすることは2つありまして、1つはカフェでの出来事であります。はい、でなんかいつも午後は最近森場コーヒーというチェーン店に駅前の駅前の行っているわけなんですけども、そこがね、まあ、カウンター席があって、僕はいつも好んでカウンター席に座っているわけです。で、まあ、なぜカウンター席座るかっていうと、もちろん集中できる、一番その机の高さとか椅子の高さがちょうどいいっていうのもあるし、まあ、一番はそこじゃないと Wi-Fi、 僕の手持ちの持ち運びの Wi-Fi が UQ なんですけど、 UQ の YMAX が電波が立たないとゼロになっちゃうんですね。奥の方に、店内の奥の方に行けば行くほど僕の、Wi-Fi が調子が悪くなって、Wi-Fi 接続できないという、一本も立たないということになってしまうので、手前のすぐ入って店入ってすぐ左のカウンター席に座っているわけでございます。はい、で、いつも通り座っていたんですけども、隣にね、パソコン、まあ同じ僕と同じ Mac で、多分プログラミングをやっていたと思うんですね。画面ちょっと見えたんですけども、でその方がちょっとですね、最初ね、店の外ですごい、まあ、何かしら電話をずっとしていて、で一回店の中戻ってきて、で座ってまたこうなんかね、多分プログラミングなんか教えてるのか分かんないですけど、なんか女の子と話していて、でそしたらね、急にその男性の左に座ってたおじいさん、まあ50代とか60代ぐらいのおじいさん、まあ足組んで週刊誌かなんか読んでたおじいさんがいたんですけども、そのねおじいさんが急に、その電話していた男性に向かって、こう言ったんですね。いや、迷惑だから、マジ迷惑だからやめてくれって感じで、なかなか怖い声で、ちょっと苛立った感じで言って、僕はちょっと、まあ、イヤホンしてたのかな、それ僕はちょっと今目を閉じて仮眠してたんで、ちょっと一瞬何が起こったか分かんなかったんですけども、ちゃんと聞いてたらそういうことで、いきなり、まあ、電話もう、まあ、多分読書の週刊誌なんですけど、多分読んでたの週刊誌の読書の邪魔をされたくないから、うるさいから電話してるの、やめてくれっていう感じで言っていたおじいさんがいて、いやなんか一つはもうやっぱなんかそういうおじいさんに結構共通していることがあって、まあ、若い人はそんなになんかうるさいと思ってても多分面と向かって、うるさいのでやめてくださいとかあんまり言えないと思うんですね。僕も言えないですし、でも結構おじいさんとか、その世代のおじいさんとかって結構もう、ガツンとというか直接、思ってることを、思ってることっていうか、そういうなんかそのうるせえからみたいな、そういうのを伝えれるのはすごいなっていうのが一つ思ったことと、あとはね、なんかその電話し、まあカフェで電話してる声量も、カフェで、まあ、例えば夫婦とかで二人で話してる人たちの声量も、まあ、さほど変わりはないかなと思っていて、だったら別にそれで
なんかカフェで電話しちゃいけないみたいな、それもなんかよくわかんないなっていうのはちょっと今日思いました。はい。まあでも多分隣だったからっていうのはあるかもしれないですね。あの隣で電話の声がちょっとうるさく感じたのは、まあ確かに、僕も、まあ、そんなに確かに横で、話されるのはちょっとあんまり、まあ、好きじゃないですね。確かに。それはちょっとおじいさんに同意しました。ちょっとあのおじいさんが、電話ね、やめてくれって言ってくれて、ちょっと半分嬉しかったですね。はい。ということで、はい。おじいさんが、電話をしていた、男性に注意をしたという話でした。はい。で、もう一個が、あの、LINE ギフトのお話ですね。今日、誕生日。まあ、僕結構、LINE とか Facebook で、大学の友人とか、中学校の友人とか、の誕生日をね、あの、まあ、全員覚えてるわけにはいかないので、結構 LINE とか Facebook の、ね、お誕生日、この何々さんが明日お誕生日ですか、今日は何々さんのお誕生日ですみたいなね、あの便利な機能があって通知してくれるわけですね。で、今日、見ていて、さっき、まあ、LINE 開いたら、あ、その大学時代の結構仲の良かった、友人が、誕生日だということで、で、ちょっと、僕は結構、まあ、その人の誕生日になった瞬間に、そういうギフトとかね、送りたいタイプなんですけども、ちょっと遅れてしまったんですけども、まあ、送ろうかということで、いつも通り、いつも通りというか、LINE ギフトすごい、まあ、もう最近ハマってて、月に一人には一本ぐらい、何かしら誰かに、送っている感じはするんですけども、すごい、あの、いいサービスだと思っています。はい。で、今日送ったのも、いつも通りハーゲンダッツを送らせていただきました。はい。ローソンかな？ローソンで確か、あの、買えるのかな？そのギフトで。はい。で、ぜひね、ローソン行って、夏もね、始まると思うんで、蒸し暑いと思うんで、ハーゲンダッツでも食って、仕事の疲れを癒してもらいたいなと思いました。はい。で、そのね、LINE ギフトに、僕は今まで知らなかったんですけども、友達の欲しいもの、友達の欲しいものみたいな機能があって、普通にその LINE ギフトのページに、トップページに行くと、あの表示されるんですね。あの、何々さんが欲しいものの商品画像と一緒にね、あ、こんな機能があったんだと思って見ていたら、あの、面白いですね、これは。あの、まあ、なんか普通にスタバの新作の500円ぐらいの桃のやつ、新作の、フラペチーノかなの欲しいものにあげてる人もいたし、中には僕の友達で、なんか6000円ぐらい超えるなんかビールセットみたいな、美味しそうな高そうなビールセットを欲しいものにあげてる人とかいて、すごいな、あげてんだと思って。でもまあ、ゆくゆく、あの、そのね、どうやって欲しいものに、ギフトを追加するのかって知らなかった、さっきググったら、あれですね、なんか普通に商品の詳細ページに行って、まあ、自分が、まあ、欲しいって思ったら、まあ、ツイッターのいいねと同じような感覚で、あの、ハートマークがあるので、そこにハートを押すと、自分の欲しいものリストのページに、勝手に追加されるという、そういう機能だったんで、はい。で、そこになんかね、一言、メッセージも編集できるそうで、はい。例えば、まあ、編集しなければ、初期状態では、そのメッセージは、何でしたっけね、私に送ってくださいみたいなのが初期状態のあれで、あの、すごいダイレクトな、そのままだなと思ったんですけども、それを編集して、例えば、甘いものが好きですとか、唐揚げが食べたいんですとか、そういう、願望をね、書くこともできて、すごく、素敵なサービスだなと思いました。はい。で、普通にその欲しいものリストの URL を、リンクを、普通にトーク、普通の友達とのトークとかにペッて貼り付けることもできて、例えば、まあこういう感じですね。友達、まあその LINE の公式の、ブログで紹介されてた、まあ、使用例としては、友達からね、誕生日おめでとうって来て、なんか誕生日プレゼント何がいいってその友達が聞くわけですね。で、それで、その用意していた欲しいものリストのリンクを貼って、私が欲しいのはこの中から、この中にありますみたいな感じで送るっていう、方法があるそうです。はい。
という感じで、僕も、まあ、ちょっとまだ僕欲しいものリスト何も追加してないんで、できれば追加していきたいと思います。あ、そしてあとそう、まあ、その欲しいものリストっていう機能に気づいた、初めて今日気づいたんで、その記念として、あの大学時代ね、まあ、1、2年間一緒に寮住んでて、しかも、3年の時なんかね、毎週火曜日、前期かなは、いつもその彼のっていうかカラオケ一緒に毎週火曜日練習してた友人に、ちょっと、まあ、せっかくなんで欲しいものリストあげてたんで、ハーゲンダッツじゃなくてスタバのね新作フラペチーノを、贈呈しました。はい、なんて反応が返ってくるか楽しみです。はい、ということで今日は、LINE ギフトのお話と、カフェでうるさいと、電話してる人に、直接伝えるおじさんの話をしました。それではまた、明日も頑張りましょう。バイバイ。